これはどうしたリー奇跡です。奇跡が起こって真術が完成しています。新しい術螺旋パイラス。まるでさくらさんのおっぱいが螺旋回転しているようです。指定螺旋眼が最低なネタになってる。いくら私でもこれは避けられないかも。くらえ桜さんのおっぱいに挟まれて桜さんのおっぱいにおっぱいにおっぱい